レオの今まで動画撮ったのの総集編を作ってみました。少し長いですが見てくださいね。ウィー、ケンタッキーの中にいるの誰かな。死ぬちゃうの。レオ君どこになっててんの。お互いの中に出てんの初めてじゃない。今度はピッチがついてるから入ってるんだけどね、箱が。このちっちゃいのに入れるの？入れないのね。ちっちゃな箱が入ってる。落ちない。痛くないの？ここ、ちっちゃい箱。開けました。初めてのおやつ届いたかな。食べれるかな。食べるかな。そんなに寄ってこなくてもいいんですけど。すごい食いつきようですね。何出ようは一発。いやー、びっくりしました。なんていうことでしょう。初めてですね。すっかり気に入っちゃってなかなか出てくれません。出落ちちゃう。落っこっちゃうよ。こっち寄ってくるところこうちゃんと入ってないからね。本当にそういうとこよく
今お菓子取ったばっかなんですけど、すぐ入っちゃったね。ねえ、箱の中が大好き。この前からそれ、そこ狙ってたよね。お菓子入ってたからね。入れなかったの、やっと入れたの。おはようございます。寒くなってきたのでレオの甘えん坊と寒さ対策が始まりました。小さい時から型に乗ってきてました。フードの中に入れたりして、ちっちゃい時可愛かったですけどね、今は重くて仕方ありません。レオはハーネスを脱いでしまうので脱げないハーネスを買いました。はい、どこで行くの。今日も寒いので猫たちはストーブの前で寝てますけど、下は電気カーペットしてあるので下は暖かいですけど、まだヒーターを使って猫用のこたつも売ってはいるんですけれど、猫用のこたつって猫1匹ぐらいしか入れないと思います。なのでチャッピーが多分うちでは入れなくて、レオが1人で占領しちゃうと思うので、これを考えました。人用のレオちゃん、おはよう。早いね。なんとか取られちゃったね。特別の部屋であげないとダメだね、これ。明けましておめでとうございます。こんにちは。お正月が明けた途端に我が家に災難が。レオがうんちをお尻にくっつけ、カーペットにスリスリして、カーペットはダメにするわ、大変。おとなしくなる。んだって言ったけど、あなたには通用しない。君には通用しないのかな。はい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 、どうしよう。気になるね、そっちにあって、集中して。久しぶりにスリッパでやったね。レオの右足に注目。レオの足蹴りの勝ちでした。すごい。やっぱりレオは強いですね。ちょっと遊ばないじゃん、ほら。遊びたかったね。ほら。遊び、リちゃんに否定することないよ。チャッピちゃん。チャッピちゃん。遊ぼう。
あ、すぼ。あれ、ゆうちゃんもすぼ。なんでここに来たの？あと日向ぼっこしてたじゃん。おーい。なんで遊ぶんだって遊んだ、ほら。ほら。何、のびのびしてるの、のびのび。のびのび。なんとかここ。なんて格好だ。ソファーに寝ていたレオが起きてすぐ箱の中に入っていきました。レオは箱が大好きなので起きた時にすぐ気づいたみたいですね。すごい。以上がレオの総集編でした。最後まで見ていただきありがとうございました。